はいどうも、しごろです。今回は新作アプリの簡単なレビュー動画。今回紹介するゲームはリン・ザ・ライトブリンガー。開発元は韓国のパルサークリエイティブ。このゲームは基本無料のソーシャルゲームで、ジャンルは 3D リアルタイムコマンドバトルとなってますね。今回はこのリン・ザ・ライトブリンガーがどんなゲームなのか、リリースから数日プレイしてみた感想を簡単に紹介していきますので、よろしければお付き合いください。また動画内での感想は俺ことしごろの個人的な感想になるので、その点もご留意を。さて、このゲームのシステムやストーリーを紹介する前に、まずゲームを開いて目を引くのはやっぱりグラフィックでしょうか。特にキャラクターの造形はアートテクスチャペインティングという技術で作られているらしくて、イラストがそのまま 3D になったような印象を受けます。大元のイラストがかなり美麗なのも相まって、好きな人にはとても刺さるデザインでしょうね。独特なタッチなので苦手な人もいるかもしれませんけど、俺自身は個人的にはかなり好きな部類で、今のところこのゲームにしかない唯一無二な強みです。グラフィックが好きでという理由でこのゲームをプレイしている方もいるかもしれませんね。それではこのゲームのシステムについて。このゲームはチームに5体のキャラクター、このゲーム内では英雄と呼ばれてますが、を編成してストーリーのミッションに挑むというのが基本的なゲームの進行です。チームの味方英雄の配置や性質を考えて最適な編成を組むという楽しみ方がありますね。ミッションは基本的にオートで進んでいき、キャラクターごとに持っているスキルやアルティメットという必殺技のみプレイヤーが任意のタイミングで使用していくっていう感じですね。これらにはクールタイムがあり、強敵が現れるまでアルティメットは温存しておこうとか、ここは危ないから回復スキルを使わなきゃなというような判断ができるようになっています。しかしながら、いかんせんリアルタイムコマンドバトルと挙げている割には、ミッション中にプレイヤースキルが必要になる場面はほとんどなくて、よほどの強敵ともならなければ戦略を考える必要もないと。その上、進行に詰まったら戦略を考えるよりキャラクターを育成して殴る方が手っ取り早くて楽なので、まあこのゲームをやっていく上で作戦を立てて自分の腕でクリアしたいというようなゲームと期待してプレイするのはおすすめできません。一方で、オート機能と早送り機能が割と充実しているので、育成も比較的わかりやすく、まったりと周回プレイをしたり、プレイはほどほどにゲームを放置したままキャラクターを育てるのが好きとかいう方にはいいかもしれませんね。個人的にはその方面を伸ばして、クリア済みミッションのスキップ機能なんかが搭載されていればなお良かったです。今のところはありません。また、ゲーム開始時点では解放されていないものの、ゲームを進めていく過程でレイドボス戦や対人戦などの遊び方がどんどん増えていきます。ちょっとやり込めば幅の広い遊び方ができますね。さあ次は、ソシャゲというからにはガチャの排出率も気になるところ。このゲームのガチャは端的に言うとかなり渋いタイプのガチャですね。このゲームのキャラクター、英雄のレア度は上から古代、伝説、英雄、希少、高級、一般となっているんですが、排出率が上から順に 1%、5%、15%、それ以下が 20%、25%、34% と続いていきます。最高レアの排出率が 1% なのもさることながら、ゲーム中パーティーに編成してまともに運用できるのが少なくとも上から3番目、英雄ランクからなことを考えると、まあかなり厳しめですね。ただ、低ランクのコンパチキャラ以外は、どのキャラクターもグラフィックはよく作られてますし、低ランクキャラも高ランクキャラのさらなるランク上げに利用できるということで、無駄にはなりません。このゲームは低ランクキャラクターも重ねていくことで高ランクキャラと同じランクにすることができるんですが、そもそものステータスの差があるので、この点についてはあんまり売りにはならないかなと思います。あと、これは余談ですが、ガチャの演出はかなりオシャレです。めっちゃ決まってますね。まあ、10回リセマラして古代ランク出なかったので、もう見たくはないんですけども。では、最後にストーリーを。まだ序盤しかプレイできていませんが、このゲームのストーリーは王道的な物語ですね。世界観は光と闇や剣と魔法といったファンタジー的な要素が前面に押し出されていて、特に光と闇の対立といった構図がストーリー全体の根底にあるみたいですね。ざっくり言うと、主人公のジンは謎の悪者たちにさらわれた少女リンを助けるために危険を顧みず冒険に身を投じていく。その過程で出会った人々と仲間になったり敵対したりしながら、少女がさらわれた理由や主人公の持つ隠された力がむにゃ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 、これネタバレ回避ですというのが基本的なストーリーの概要ですね。材料としてはかなりシンプルな、いわゆる古き良き RPG の物語です。王道ゆえに好きな人は当然好きでしょう。グラフィックや BGM が割と秀逸なので楽しめる水準ではあるかと思います。
ただソシャゲの宿命というか、なんと言いますか、登場するキャラクターが多い割にストーリーの説明やキャラクターの詳細について説明不足な部分が多く、特にキャラごとの深掘りが少ないのが気になりました。それぞれのキャラクターストーリーで補完がされてはいるようなんですが、ただストーリーを流しているだけでは物語に満足はできないと感じましたね。また主人公のジン君が主役なのは間違いないんですが、彼はゲーム的にちょっと物足りない性能なので、攻略が揃ってくると必然的にパーティーからリストラされます。パーティーにいない人間にはやはり愛着も湧きにくいということで、まあ、俺はあんまりゲーム自体に没入感も湧きませんでした。そうしてストーリーは王道のファンタジー、しかしともすればありきたりとも感じる内容だったというのが感想ですね。ただしストーリーについて破綻していたり、ものすごく不快なキャラクターがいるわけではないので、好きなキャラクターがいれば楽しめる範囲ではあると思います。総評として、特にいい点は唯一無二のグラフィックと美麗なイラスト、世界観についてもストーリーでは少しずつしか明かされないものの詳しく設定されているような点がいいですね。一方で個人的にはそれ以外の部分、ゲームシステム、ストーリー、育成、ガチャなど、どれをとっても凡庸な放置ゲームの域を出ていないと感じました。ストーリーはともかく対人戦を詰めていきたいのであれば、それなりに課金の額も必要となってくるでしょう。中でも特に残念に感じたのがバトルの単調さですね。このゲームにおいてバトルの周回なんかはかなり時間を取られる部分ではあるんですが、その際プレイヤーのやることが少なく、右上のオートボタンと早送りボタンをタップしたら、あとは画面を眺めるくらいしかやらなくて構わないと。一応バトルモードとして別に大きなボスの攻撃をかわしながら戦うモードもあるんですが、こっちは結構楽しくて、なんなら前編これの方がまだ面白かったんじゃないかと思うぐらいです。この放置については好みが分かれる部分だとは思いますが、個人的には時間が取れる割にゲームやってる感が少なくてあまり好きではありません。一応カメラアングルが3種類選べるので、放置の間キャラクターの動きを見るという楽しみ方はできます。まあそれにしてもちょっとといった感じですが、グラフィックがよほど突き刺さったか、世界観が大好きという方にはぜひプレイしてみてほしいですが、それ以外の方は飽きずに長いことプレイするのは難しいかなと思います。残念ですが、といったところでリンザ・ライトブリンガーのレビューとなります。この動画を見て少しでも気になった方は Apple Store か Google Store からアプリをダウンロードしてみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で。